はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、デュエルリンクスのですね、環境考察していきたいと思います。で、今日のお題なんですけれども、今ねリンクスがマジでファントムナイツが倒れなさすぎ問題が起きてるんですよ。マジで大会の入賞結果とか見てもらったらわかるんですけど、まあもうほとんどファントムナイツ優勝ですわ。で、トップ4もファントムナイツが多いみたいな感じなんですけど、まあなぜそれぐらい前倒れないのかっていうところの話をしましてですね。で、そのファントムナイツを倒すための対策カードっていうのをいくつかピックアップして、まあそれについて話していくっていう風なラジオ動画になります。なので、まあ垂れ流していただければ嬉しいなという風な、そんな感じの動画になっております。でまず、ファントムナイツなんですけど、これが、まあ、翔太さんっていう方がよくファントムナイツで勝ってるんですけど、その構築が、まあ、ほぼテンプレートみたいな感じになっております。で、違いとしてはですね、まずコズミックサイクロンが入ってるってところと、トリシューラが入ってる。これが、まあ、前回の KC カップからの、変更点かな。あとは、まあ、エネコンとかコーカスとか、まあ、入れてる人は入れてたんで、まあ、主にコズサイとトリシューラというふうに思ってください。で、まずなんですけど、コズミックサイクロン。これはですね、魔界劇団。しかも、墓所の魔界劇団に対して有効です。墓所魔界劇団に対して、そもそも先行を取ってコズミックサイクロンを伏せることができていれば、コズミックサイクロンはですね、メローマドンナに打つことによって、相手のサーチもさせないし、しかも1000ライフ減るんで、墓所封印も打たれないっていう、そういう風なカードなんですよ。なので、コズミックサイクロンを入れるっていうのが、まあ、墓所魔界劇団に対しての回答になっていて、それがいいんじゃないかなと思います。前回の KC カップ、墓所魔界劇団が勝った、一番の要因として言われておりますのは、まあ、清掃が入っている方が主流だったんですよね。で、それに対しては、墓所も使えるし、メローバドンナの通りもいいので強いんですよ。ただ、最近の調整してる感じだと、コズミックサイクロンが入っていると、まあ、どうも魔界劇団じゃ勝てなさそうっていうことがわかりました。なので、まあ、そこのメタとして、コズミックサイクロンが入ってきている。プラス、魔界劇団が、まあ、ファントムナイツに対して勝ち越すっていうのは厳しくなっちゃったねっていう風な、そういう風なお話です。で、次、トリシューラ入っているのは、まあ、もう一つの、ファントムナイツを止める手段としては、初動の展開がリバイエールプラスダスティーローブっていうのが多いじゃないですか。で、次のターンの初動で出てきた火球に対して、底なし落とし穴を打てば、相手は展開できなくなっちゃって、そのままゲームエンド。みたいなですね、勝ち試合っていうのがあるんですよ。ただ、そこに対して、トリシューラが1枚入っていれば、攻め切れる状況を作ってから、トリシューラで殴りに行けば、トリシューラにしてから展開していけば勝てるみたいな感じなんですよね。バック干渉3枚入ってるんで、後ろ伏せカード3枚あったとしても、その3枚、ここバック干渉、相手のバック干渉と同じ枚数の、相手の後ろのトラップカードと同じ枚数のバック干渉を引いてから動き出すっていう風にすれば、勝つことができるので、なんで、その、リバエールの横に出てきたモンスターに対しての底なしっていうのはもうトリシューラ1枚でケアできちゃってる。なので、罠デッキじゃ、勝ちきれなくなっちゃってる。っていったところが、まあ厳しいところかなという風に思います。なんで、ファントムナイツがめちゃくちゃ強くなってるんですよね。で、僕自身も、実際に、まあ、翔太さんとかも含めて、まあ、いろんな上手いファントムナイツと対戦をさせていただいて、その上で、まあ、一般的に強いっていう風に言われてるようなデッキとかも使ってみたんですけれども、まあ、それでも勝てませんでした。まあ、正確に言うと、全部負けるってわけじゃもちろんないんだけれども、明確に勝ち越すっていうのは、難しいかなと思いました。なので、極端なメタカードが入らないと厳しいかなと。じゃあ、その極端なメタカードって何ぞやって言ったところですね。について、次はちょっと話していきたいと思います。これが、まあ、ファントムナイツの対策カード一覧みたいな感じで、作ってみたんですけれども、まあ、墓所とか、そういう風なスキルはちょっと割愛してます。まあ、基本的には、ネクバ、チェーンロスト、点数の予言、デビリアンソング、そして、シーニヒスーモンと。この5つです。で、まず分かりやすいところからで言うと、C に吸うものが立っていると、相手は墓地効果使えませんので、効果使うとね、こっち側が。なんで、相手の動きを制限することができる、止めることができるというわけです。ファントムナイツっていうのは2枚初動なんで、まあ墓地のサーチがないと、ちょっと後続しんどい時っていうのが結構あるんですよね。なんで、深淵が強い。ただ、深淵って1700しか打点ないので、上からリバイエルとかに殴られちゃうっていう打点っていうのは、まあ不安要素の一つではあります。まあ、そういう意味で、死因が強く使えるデッキなんですかっていうと、まあ、サメちゃんを、ご想像いただけると思うんですけど、サメデッキに関しては、なんて言うんでしょう。
バック干渉コズミックサイクロン3枚、サイクロン3枚とか入ったもうほんまディーバ引くか負けるかみたいな、そういう風な構築がちょっと結果を出したっちゃ出したかなーっていうところであります。だそれぐらいしないと、ファントムナイツに勝つのは難しいっていうことの裏返しでもあります。ただファントムナイツは安定感があるんですけれども、そういう風なデッキっていうのは安定感が、失われておりますので、ファントムナイツに仮にある程度勝ったとしても、他のデッキに負けちゃうっていうことが起こり得ると思います。ただファントムナイツにある程度勝てるっつっても6割出るのかっつったら多分出ないんですよ。5割ちょいとかぐらいで止まるかなと思います。ね、他のところで言うとまずネクロバレーで、デビアンソング、ここはですね結構うんっていうところもあって、っていうのがコズミックサイクロンが入っているんですよ今。なんでコズミックサイクロンに抜かれちゃうから安心はできないんですが、決まって相手がコズサイ引いてんだったら強い。ただデビリアンソングはいいんだけど、ネクロバレーはちょっとここは疑問点も出てきて、なんでかって言うとあいつらにはブレイクソードっていうカード1枚破壊するモンスターがいるわけですよ。でそのブレイクソードでネクロバレー潰されちゃったら元も子もないので、まあ、そこが結構きついかなというふうに思います。ただ、このデビリアンソングは相手フィールドのモンスターレベル全部1個下がるんで、エクシーズでブレイクソード作れないんですよね。レベル2なんでランク2しか作れないので。なのでこっちの方が、強いです。で、あとは転生の予言。これはまあ、相手の墓地のカードを戻すっていったところになるので、ブレイクソードの破壊効果、自分で効果つって破壊して蘇生するっていうタイミングで、転生の予言とか打つことができればめっちゃ強いです。で、今、コズミックサイクルのが多くなってきてるんで、サンクスに対して、まあ、ちょっと踏みに行くか、みたいな感じで出したりとか、まあ、雑にコズミックサイクルを打ったりとか、そういう風な、シチュエーションが増えてきます。なので、チェーンロスト。これね、逆に清掃が流行ってくると弱いんだけど、清掃じゃなくって、コズミックサイクロンが主流になってるんだったら、チェーンロスト強いですね。いくつか、なんて言うんだろうな、混じってる中にあるチェーンロストが強いです。チェーンロスト1伏せはそんな強くないんだけど。で、これだと、底なしはトリシューラで避けれるじゃないですか。でもチェーンロストって、1000以下のモンスターを全部除外するんで、デッキからも。なんで、後続めっちゃきつくなるんですよね。だから、まあ、メタとしては、チェーンロスト強いかなと思います。なんで、まとめると、チェーンロストとか、まあ、デビリアンソングとか、そういう風なのが入ってるデッキが強いかなと思うんですが、そうなると、カリバハーピーが強くなってくるんですよね。カリバハーピーに対して、デビリアンソングもチェーンロストも効かないんで、なかなかしんどい感じになってくるんですよ。っていう。で、それだったら、ハーピーに、を捨てるか、ハーピーに強いデッキ、もしくは、ハーピー自体にチェーンロストとかデビリアンソングとか入れて、思いっきりゲインをメタルか、だったりだとか、まあ、その辺になってくるんじゃないかな、というふうに思います。というわけで、ファントムナイツね、すごく今強いので、それの対策を考えようっていうところと、ファントムナイツがなぜ強くなっているのか、そういうふうなところを、実際、まあ、トリシューラだったり、コズサイとかの構築の変化からお話をさせていただきました。まあ、いい暇つぶしだったりね、有意義な情報だなーっていうふうに思ったら、ぜひ、チャンネル登録、高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。ちなみに、何か、ラジオ動画ネタで話してほしいなっていうことがあれば、ぜひぜひコメントもください。では、ありがとうございました。